ねえ、るいちゃん帰りはさ、うん、おしゃべりしながら帰ろうよ。いいですよ、帰りはおしゃべりしながら帰りましょう。ガールズトークしようって言ってる。何のガールズトークします？じゃあガールズトークってなんだろう。恋バナ、るいちゃんの、あ、るいちゃんのなんか、うん、るいちゃんの好きなタイプは？好きなタイプは、うん、無言も耐えられる人ですかね。あー、一緒にいて、そうそうそう、落ち着くみたいな。落ち着くみたいな。はい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 。なんか友達とかでもそうですけど、うん、無言が辛くなっちゃうとも、なんか一緒にいれないじゃないですか。旅行とかも行けないじゃないですか。まあ、確かに、うん、沈黙が怖くない、はいっていうのが大事ですかね。はいはい、とりあえず紐は論外かな。なんで？早くるってや。なんで論外なの？紐はちょっと嫌かな。なんでなんでなんで嫌なの？かゆ先輩はどんな人がタイプですか？どんなかな。うん。でも優しいのがいいよね。確かに優しいは、そりゃそうですね。優しくなかったら嫌ですもんね。ね、僕結構ね、くだらないことめっちゃ言うから、はい、それで笑ってくれる人がいいかも。そのニップルカーペットとか作った時に。タカネイズニップルカーペット。泥棒猫だな。こうやって見るとメガネだけどな、おしゃれだよ。ここにさ、何、シュルカーボックスをやってたってことはさ、ねじれるみたいな意味合いもあんのかな。うん、何を考えてるな、あの猫。笑ってくれる人がいいかもな。突っ込む人はどうですか？え、どうやって？なんだこのニップルカーペットってやつ、つって、泥棒猫って言ったやつはどうですか？論外。じゃあどんなところにキュンとしますか？うん、あ、まあ、僕肩幅がね広い人好きなんだよね。へえ、なんですか、なんでですか？肩幅が広いとなんか守ってくれそうみたいな感じですか？何なんだろうね、分かんないんだけどさ、うん、ま、ロングヘアとショートヘアどっちが好きって言われた時に説明できないのと一緒で、うん、ああなるほど、肩幅が広いといいねってなるな。るいちゃんは腕まくりしてる姿が好きなんですよ。ほう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 。女の子でも男の子でも。あ、そうなんだ。そう、腕まくりして、うん、出てくるなんか腕とかにキュンってする。あー、腕、なんでなんで？そので、腕が、血管がちょっとボコってなってると、おーってなりますね。うん、あ、血管好きなんだ。血管結構好き。へー、なんか筋肉の感じとか血管の感じとかってこと？うん、そうです。あと、ふくらはぎとか好き。なんで？だからふくらはぎが、なんかふくらはぎとくるぶしがキュッてなって、ボコ、うん、キュッてなってる、あのフォルムが好きなんですよね。へえ、だってよみんな。だってよみんな。だから結構、ふくらはぎ、陸上の方の足とか見ちゃう。へー、るい友のみんながいい情報を知ったって言ってる。なんでだよ。ふくらはぎを鍛えるのかな。あれかな、ファンアートとかに足乗せてくる人出てくるのかな。僕の足どうですか。マイクラさ、終わったらちょっとさ、やろう。ああ、テトリスですか、やりましょうよ。うん、配信でやってくれよって言ってる。ルイちゃんのことをボコボコにしちゃうんだよ、だって。
いやちょっと待って、なんでボコボコにさする前提なんですか。立方的にルイちゃんがボコボコになってるとこみんな見たくないよね。だってさ逆に見たいだろそれは多分ルイともは。いやみんなそんなやめてあげてよルイちゃんがかわいそうだよってなっちゃうんだよそんなことしちゃったらね。ルイちゃんいや多分みんな見たいなってなる。いや見たいなってなってるでしょそんなこと言ったら。